ニューヨークでスーツケース2つ分の古着を爆買いしましたと打ち明けた。さらに古着が大好きでめっちゃ爆買いするのですが結局来ません。番組からはよく爆買いをされるそうですが最近の爆買いを教えてくださいとの質問が寄せられた。女優の仲里依紗が26日深夜放送のテレビ東京神と様ず日曜深夜 1.35 に神ゲストとして出演。機内みたいな。光村正和はスーツケース2つ分かって結構すごい。自身の YouTube チャンネルでも頻繁に爆買いの動画を投稿している中は古着都会と多分コレクションみたいにして見るのが好きなんだと思いますとぶっちゃけた。それをもとに MC のお笑いコンビサマーズが2人だけでトークをする番組